北九州市小倉北区の小倉中央小学校では児童およそ250人が始業式に臨みました。尾形真奈美校長は日々の挨拶などをしっかりと行いながら新しい気持ちで1年間を過ごしましょうと呼びかけました。北九州市では今日合わせて188校の公立の小中学校で始業式が行われたということです。子どもたちが新たに始まった学校生活に期待を膨らませる中、改めて注意が必要なのは子どもの交通事故です。これは去年11月、神奈川県内で撮影されたドライブレコーダー映像。画面左側、横断歩道のないところを突然子どもが走って横断しました。ドライバーにとっては何ともヒヤリとする一幕。また別の場所でも、進行方向は青信号にもかかわらずキックボードに乗った子どもが交差点内に進入してきました。福岡県警によりますと、去年までの5年間で県内の歩行中の交通事故での死傷者は7歳児が351人と突出、次いで8歳児が283人、6歳児が240人と小学校低学年の子どもの死傷者が目立っています。こうした背景について福岡県警は、道路上の危険についての知識が未熟、そして登下校などで単独行動が増えるなどと分析しています。横断歩道あるんで横断歩道を渡ってください。福岡県警は新学期に合わせて今日から来週いっぱいを子どもたちの交通事故の防止強化週間と定めています。で、横断歩道を渡るとき必ず止まって右左右とよく見て手を挙げるなど合図してですね、車が来てなかったら渡りましょう。今朝、福岡市西区の西都北小学校では DJ ポリスが登校する児童に向けて安全な登下校のための交通ルールを呼びかけました。手を挙げて渡りましょう。行ってきます。子どもだけでなく保護者やドライバー、地域の人たちの交通安全への意識も求められています。子どもさんは急な動きをしたりするので、よく見て見守ってほしいと思います。で、登下校も含めてですけども、子どもを見守る他にもですね、大人自身が交通ルールのお手本となって、それを子どもに伝えていってほしいと思います。